大空から滝のように降り注ぎ、雄大に散開する、その名もレインフォールです。会場正面にご注目ください。ドキュメンタリーは機種が真下を向いた瞬間にそれぞれの方向に散開します。会場左手方向から5番機の垂直急上昇バーティカルクライムロールです。会場左手方向をご覧ください。時速約800キロの高速で進入する5番機は会場正面で急上昇し、横転を繰り返しながら約 3000m まで駆け上がります。5番機によるバーチカルプライムローンでした。再び会場左手方向をご覧ください。6番機がゆっくりとした横転を行い入れます。簡単そうに見える横転ですが、実は優れた空中感覚と高度な操縦テクニックが必要とされます。6番機に乗ります。スローロールでした。宙返りの後半、機首が真下を向いた瞬間に右に大きく横転を行います。4機によるチェンジオーバーループでした。次は会場右手方向から5番機、6番機によりますハーフスローロールです。2機の T 砲が1本の芯でつながっているようにゆっくりと背面飛行に移行する難易度の高い科目です。会場右手方向から進入してまいりました。6番機によるハーフスローロールでした。次は海上正面上空でのレターエイドです。レターエイドとはその名の通り横向きに8の字を描く科目です。進入してきた4機編隊は2つに分かれて旋回を開始、それぞれが水平に円を描き、2つの円を組み合わせて8の字を完成させます。会場正面をご覧ください。レター8の開始です。2つに分かれた T 号がそれぞれ円を描き始めました。左に分かれた4番機は右に分かれた他の3機が円を描き終わるまでに見事最終号できるでしょうか。4番機は早くも円を描き終えました。ここから懸命に編隊を追いかけます。
第10号を終えました。4機によるベター8でした。だから調子狂っちゃうから、後ろ来たらすごく止めるんだ。次はトロの2機によるオポジットコンティニアスロールです。会場を右手から5番機、左手から6番機が進入し、それぞれが連続横転を行いながら会場正面で交差します。してまいりました。それぞれが時速約800キロの速さで同時連続横転しながら交差します。5番機、6番機によるオポジットコンティニアスロールでした。次は会場右手方向からフォーシップインバートです。